参勤5階を越えた先にある頼まれごとワールド。私は誤解ということをたびたび口にします。誤解とは不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句の5つの言葉です。この5つを口にしないように戒めようというのが私の唱える誤解です。この不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句が常に連続し、それが心の中に住みついて、恨み事や憎しみの心が継続的になった状態を、う、に、の、恨み、憎しみ、呪い状態と私は名付けました。怒りや憎しみが常に続いている、う、に、の状態を戒めるのではなく、しないことにする。禁止する。自分の心の中から取り除くというのが、参勤です。誤解と合わせて、参勤誤解という言い方をします。もともと誤解を守ることができれば、5つの戒めを破ることがなければ、参勤に至ることはありません。ですから、参勤を無理やり自分の人生目標に持ってこなくてもいいと思います。入り口の部分は誤解の部分です。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句をいかに口にしないかということになります。誤解については、ありがとうを言い続けているときに25,000回に到達する前に誤解を口にすると、チーンという音がして、ありがとうの回数がゼロになってしまうということを書きましたが、もう一つの側面があります。それは、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わなくなると、3ヶ月から6ヶ月ぐらいして、突然に頼まれ事が始まるということです。仮に1日1個不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言ってきたとすると、1年で365個、10年で3650個言っていることになります。普通の人は数千個言っていることでしょう。3000個言ってきた人は約3ヶ月間、6000個言ってきた人は6ヶ月間ほど、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わずにいると、次の領域である頼まれごとワールドに到達するようです。頼まれ事があったとき、もう不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わないという状態になっているわけですから、多分断ることはないでしょう。体が空いていたら、時間が空いていたら引き受ける。体が空いていなければ、
時間が空いていなければ引き受けない、それだけです。ただこの頼まれ事については、除外原則である3つの死があるので、それについてお話ししておかなければなりません。3つの死とは、甘い話、儲け話、お通し、詐欺師の3つです。1つ目の甘い話とは、例えば電話がかかってきて、金儲けに興味がありませんか？とか、いい株があるのですが、金の先物買いがあるのですが、と言われるような話です。私などは、そういう電話がかかってくると、なぜ会ったことのない人にこんな話をするのですか？と尋ねます。その人は、多くの人に儲けてほしいからです。と答えます。そんなことを多くの人に勧めないで、自分で一生懸命儲けていたら、こんな電話勧誘をしなくても済むのではありませんか？と言いますと、向こうは絶句して電話を切ってしまいます。結局、儲け話に引っかかるというのは、自分の儲けたいという気持ちと連動している場合が少なくありません。100% そうだとは言えませんが、いくらかは自分の中に欲があったり、自我があったりする場合に引っかかるのかもしれません。ですから、そこは毎日気をつけている方が良いと思います。2つ目の脅しは、例えば天変地異が起こるとか、地震が起きるとか言って脅してくる場合です。こういう話に関わると、ほとんどの場合、ではどうすればいいのか、どうすれば助かるのかということで、大きな金品を巻き上げられることになります。脅しをしてくる集団に対しては、一切関わらないでよいと申し上げておきます。三つ目の死は、詐欺師です。詐欺師というのは、もともと騙そうという悪意を持って近づいてくるわけですから、お金を巻き上げるためにいろいろなことを言います。最終的にお金の話になってきて、どうも怪しいと思ったら、そこでやめることにしましょう。基本的に、体や能力を貸してくれ、汗を流してくれというものであれば、頼まれ事になります。しかし、お金を貸してくれというのは、お金に用事があるのであって、その人に用事があるのではありません。ですから、お金の件は基本的に頼まれ事と考えなくてよいと思います。